言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。うひー、言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。うひーひー、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ティファ。はい。無事か。うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か。うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、七番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたら、コルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ、ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる。そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？よし、娘ども、ここに整列。見た顔だな。どっかで会ったか。まあいいか。よーし、お前たち準備はいいか。行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場で。おひー、いいの、いいの。どのおなごにしようかな。ほひーほひー、お前にしようかな。それともお前かな。おひー、決めた、決めた。今日のお嫁さんは。今日の？努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ。ゲス野郎。
おい、今の誰だ。お前か。いいね、いい。その跳ね返り、へし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわおい、拒む仕草がうぃの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃー、これ。お前たち、俺とあっち。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。いや、コルネオ様、万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい。準備？それなら、いつでも。ティファ、どう？4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。なあ、お前、トリジョロ。何しやがる。エアリス捨てて。くめやろ。待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してあげる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。